ダイエット中でもチョコレートって食べたいですよね。そこで今回は脂肪を燃焼してくれる生チョコの神レシピをお伝えします。チョコを食べながら一日でも早く健康で綺麗に痩せたい方はぜひ最後までご覧くださいね。今回のテーマはこちらです。脂肪燃焼痩せる生チョコ神レシピです。話の流れはこちらです。1つ目、なぜこの生チョコで痩せるのという痩せるポイントと、2つ目、痩せる生チョコの神レシピということで、材料、作り方、食べ方、注意点をお伝えしていきますね。では1つ目の項目です。なぜこの生チョコレシピで痩せることができるのか、その痩せるポイントが3つあります。1つ目です。あなたの腸内環境が整うチョコだからなんですね。これすっごく大事。あなたがリバウンドなしで痩せたいって真剣にお考えでしたら、まず何をすればよいのか、ズバリ腸活です。腸を整えてあげると根本的な痩せ体質へと生まれ変わることができるんですね。なぜかというと、腸が要はデブ菌と呼ばれる悪玉菌がいっぱいいるまま頑張っても待っているのはリバウンドです。なぜかいつまでも甘いものや脂っこいものがやめられない、止まらないのまんまの味覚だからであったりとかね。でその逆です。痩せ菌と呼ばれる善玉菌たちがしっかり種類が増えて元気であなたの腸内に息づいてくれたら、もうね、別人ですよ。根本的な痩せ体質へと生まれ変わって、味覚も変わる。あと食欲も自然と収まったり、血液がサラサラになったりね、もうとにかくいいことばっかりなんですね。ではどうすればいいか、そのために必要な食べ物を取ってあげることがもう大前提ということです。でその材料が今回の生チョコにはいっぱい入っていますので、ぜひお楽しみに。2つ目です。このチョコ、脂肪燃焼効果もあります。いかがですか？チョコ食べて脂肪が燃えたら嬉しいですよね。ということで、チョコを食べたいならやっぱりですね、手作りが一番ということになります。なぜかというと、市販のチョコは無添加のものが少ないからですよね。やっぱり添加物が入っていたり、最悪なのが人工甘味料ですね。そういったものが入っているのはもうとにかく痩せることはできませんので、今回は手作りしていただくことで無添加のもので、その材料が脂肪燃焼効果がありますからお楽しみにということなんですね。3つ目、便秘解消できます。この生チョコの材料、便秘解消することができるんですね。便秘のままだと痩せません。先ほど1番でもお伝えしましたね。便秘ということは、お腹の中にデブ菌がいっぱいいる、食べ物が中で腐ってるわけですからね。そういった状態でダイエットを頑張っても無理です。根本的にやっぱりちゃんと便秘を治して痩せ体質で生まれ変わって腸をピッカピカにするための生チョコなんですよっていうことですね。ではここから2つ目の項目です。実際に脂肪を燃やして痩せることができる生チョコの神レシピということで、材料が持つそれぞれのダイエット効果と材料、作り方、おすすめの食べ方、注意点、この順番でお伝えします。では材料の1つ目はこちら、豆乳を使います。でこの豆乳、無調整豆乳を選んでくださいね。完全無添加、できれば国産大豆からできたものがおすすめです。そしてこちら、豆乳のダイエット効果ですね。腸内環境を整えてくれて、しかも脂肪の蓄積を抑える効果、血糖値の急上昇も抑えてくれます。でサポニンも豊富なので、脂肪そのものの蓄積も抑えてくれますし、また何といってもね、コレステロールゼロの飲み物が豆乳ですね。かっこ無調整豆乳ですよ。で食物繊維もたくさん含まれていますし、その結果便秘解消、あなたは根本的な痩せ体質へと生まれ変わることができる食材ということですね。でその結果代謝も上がりますし、なんといってもこの豆乳でタンパク質もしっかりとれますね。そしてもちろん食欲を抑える効果があります。大豆、オリゴ糖やイソフラボンも入ってるから豊富。もうこの無調整豆乳だけでもこんなにダイエット効果があるんですよ。では2つ目の材料は生姜ココアになります。私はじゃん、こちらがお気に入りなんですね。味源さんから出ている生姜純ココアということで、なんと皮付きの蒸し生姜を使ってくださっています。でもちろん甘味料不使用ということで、じゃん、裏の原材料を見るとココアと生姜粉末のみ、もうこの2つでできてるから、すっごく便利です。純ココアですよね。甘みが全くついてなくて無添加のもの、これを購入した時も感動。美味しいんです。で生姜の味はねほとんどしないですね。ただ飲むとポカポカしますから、先ほどの無調整豆乳とこの生姜ココアパウダーとね蜂蜜入れたドリンクもめちゃくちゃ美味しいです。だから今回は生チョコの材料として私はこのねココア生姜ココアパウダーを使っていきます。でそれぞれ生姜とカカオですね、めちゃくちゃダイエット効果高いんですよ。生姜はとにかく脂肪燃焼効果が高い。しかも豆乳と一緒、血糖値の急上昇も抑える。体が温まることで代謝が上がりますよね。たった体温が1度上昇しただけで、なんと基礎代謝 13% もアップしますから。なのでぜひですね、低体温の方は一生懸命ですね温める食材を積極的に摂っていただくと、体温が上がって代謝が上がって痩せることができますよ。そしてねカカオも大好き。カカオはやっぱりね食物繊維が多くて、実は発酵食品です。ご存知でしたか？発酵してる食品を摂るとすごくいい。なぜか腸内環境が整うからなんですよね。善玉菌たちの大好物がこの発酵食品ですから、ぜひカカオも積極的に摂っていきましょう。そしてレジスタントプロテインが入っている、これもまたね善玉菌たちの、要は痩せ菌たちが大好きなね餌になります。でまた老廃物をデトックスする効果が高いのも、カカオ、イコールココアですね。で間違ってもここで甘い味がついた添加物が入っているココアのパウダーを買わないようにしてくださいね。それは太るココアになります。そして次の材料は蜂蜜です。蜂蜜ってすごいんですよ。チョコレートを作る時にですね、やっぱり白砂糖は使わないでいただきたいです。もう本当にね太りますからね、体にもすごく良くないです。で蜂蜜がおすすめなのは脂肪燃焼効果がある。しかも腸内環境を整えるオリゴ糖とかグルコン酸も含まれてますし、なんといっても白砂糖と違うところ、栄養がたっぷり入ってます。栄養不足だと太るんですよね。なぜか痩せるホルモンの材料が足りないからです。ですからここでしっかりと甘い味をつけたいようでしたら、蜂蜜かもしくは、どちらもね無添加のメープルシロップとか、そういった天然素材のものを使ってみてください。はい、そして次の材料はオリーブオイルです。できればねエキストラバージンオリーブオイルのような良質のJAS マーク認定の本物のオイルを使われるといいですね。オリーブオイルはとにかくオレイン酸の効果で便秘改善半端ないです。ですから本当に飲み物に入れたり、サラダとか納豆とか味噌汁とかねちょい足しするのも OK なんですよ。で今回はこれをチョコレートに使っていきます。腸内環境も整ってポリフェノールもたっぷり、あとね満腹中枢を刺激する効果があるので、自然とこのチョコを食べるとですね食欲も収まってしまうというすごい効果があるのがこのオリーブオイルになります。ではここからレシピに入りましょうね。材料です。腸活生チョコになります。無調整豆乳を 20g、 生姜ココアパウダー 15g、蜂蜜 10g、 オリーブオイル小さじ4分の1、以上4つの材料をご準備ください。では作り方です。すっごく簡単。1、ボウルに全ての材料を入れたらよく練るようにして混ぜてください。次です。ラップを引いたタッパーにボウルからね流し入れていただいて、冷蔵庫で2時間ほど冷やしてください。そして3つ目、冷蔵庫から取り出したらお好みの大きさにカットしていただいて、その後生姜ココアパウダーと振りかけていただくと見た目も映えますし美味しいのでおすすめです。では最後に食べ方注意点ですね。とにかく材料を無添加にしてください。もうここが痩せるポイントですね。そして冷たい生チョコですから食べ過ぎは NG ですから、だいたい2、3回に分けて召し上がっていただくといいと思います。さあいかがだったでしょうか。今回はダイエット中あるあるのストレスがねかかる、我慢しすぎてる時にチョコレートだって食べたいなって思いますよね。私もそうです。そこで今回は脂肪燃焼効果の高い材料を使った腸活生チョコのレシピをご紹介しました。ぜひですね作ってみてくださいね。さあこの動画のお話は以上になります。役に立ったなと思っていただけましたら、いいねボタンやチャンネル登録、また実際に作ってこんな風にね食べました、美味しかったってコメントをいただけますともうとっても励みになります。お待ちしてます。それでは次回の動画でお会いしましょう。